こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は丁寧な練習とはというテーマでお話ししていきます。はい、まあ丁寧な練習が大事だっていうことはね、まあもうきっと分かってる方が多いと思うんですけれども、じゃあどんな練習が丁寧なのかね、そこをこう掘り下げてちゃんとね、こう理解してるかどうかっていうと、意外とアバウトな場合が多いかもしれませんね。まあ、丁寧な練習って言ってね、その練習するときにこう呪文みたいに丁寧丁寧って言ってたところで、それで丁寧になるわけではないですからね。はい、ですからその丁寧な練習とはどういう練習なのか、ね、ここはやっぱりきちんと掴んでおくことが大事だと思うんですね。はい、まあ、ただこの丁寧っていう言葉もね、この意味するところ広いのでね、なかなかまあ一概にこう、まあ、一言でまとめるのは難しいんですけれども、まあ、でもあえて、ね、それを一言で表すとしたらですね、それはその、まあ、自分がやっていることをきちんと把握しているかどうかっていうところだと思うんですね。はい、要するにその行き当たりばったりでこう考えなしに練習していても、ね、なんて言いますか、こうちょっとこうピントが合わない、焦点がずれてしまうようなね、そういう練習の仕方になると、やっぱりどんなにこう頑張って練習してるつもりでもね、焦点ずれてるとね、要するに方向性がずれてったりしますから、全然違う、ね、思ってるのと違う方向に進んでいったりすることもあるわけですね。はい、あるいは、焦点ぼやけてるってことは、こう何を目的にしているのかっていうことがはっきりわからないので、どうしても、まあ、それ中途半端な取り組み方になってしまう。ね、それではなかなか丁寧な練習とは言えませんよね。はい、ですから、やっぱりその自分が、やってることを把握する。ね、ということは、まあ、もうちょっと具体的に言うと何かっていうと、何か、こう練習するにしても、その練習の目的をきちんと分かってやっているっていうことが大事だと思います。ね、例えば、アルペジオ一つ弾くのでも、何も考えずにただただがむしゃらに弾いてる、ね、っていう感じじゃなくて、例えば、音と音の感覚をきちんと揃えること。ね、あるいは、P や M や各指の、その強さ、ね、あるいはタッチの深さ、そういうことをきちんと揃えること、ね、あるいは、複雑な、音型だったらその、まあ、例えばリズムとかね、リズムなんかをきちんと、ね、こう取れるようにすることっていうふうに、その都度、ね、目的とすべきこと、ね、これをやっぱりきちんと分かっていて、でその目的にかなうように練習していく、ね、これがやっぱり丁寧な練習の、まあ、根本というかね、やっぱりまあ一番のポイントになってくると思うんですね。はい、であるいは、そうですね、こう曲を弾いている時でも、単にその指使いだけを追っかけていくっていう感じの弾き方ではなくて、やっぱり解明とかね、要するに自分が今何の音を弾いているのかっていうこともきちんと把握している。でこれがやっぱ丁寧な練習の、ね、まあ、丁寧な練習ということにつながっていくと思います。ね、やっぱり単に、ね、その指の動きだけ、ね、これだけでやってると、要するにその音の動きですよね。音がどんな風につながっていってるのかとかね、そういうところがわからないので、どうしても曖昧とした感じ、アバウトな感じの捉え方しかできなくなりやすいんですね。だからちゃんと解明で把握しておいて、自分が何の音を弾いてるのか、ね、これがきちんとわかってるっていうことが大事です。ね、そうでないと、ここはどこ、私は誰みたいな弾き方に、ね、なってしまって、ちょっと何かがずれるともう迷路にはまり込んでね、なかなか先へ進めなくなっちゃうなんてことも出てくるわけですね。そうならないように、今何の音を弾いてるのかきちんと把握しておく、ね、そういうことが大事になってくるわけですね。はい、まあ、他にもね、いろいろ探っていけば出てくると思うんですけども、やっぱりその自分が今やってること、ね、その自分がやってることが何なのかね、これがやっぱりきちんと分かってる、ね、これがやっぱり丁寧な練習かどうかを決める、まあ一番のポイントになってくると思うんですね。はい、ですからただただがむしゃらに弾くっていうのも、まあ必ずしもまあ悪いとは言いませんが、ね、だけどやっぱがむしゃらに弾くんじゃなくて、やっぱ把握するっていうことは、要するによく考えて練習してるっていうことがやっぱポイントになってきますよね。ただただその行き当たりばったりで弾くね、まあそれだとやっぱり変な方向に進んでしまう可能性が高いので、ね、ですからその都度いろいろ考えてみて、ね、どういうふうに練習するのがふさわしいのか、どういうことを意識すればいいのか、いろいろ探りながら練習していく、ね、そうすることで結果としてその丁寧な練習になっていくと思います、ね、ただただ、ね、行き当たりばったりの練習、ね、これやっぱアバウト、荒っぽい練習になりやすいですからね、よくその目的だったり
ね、その自分がやってること、ね、これが何なのかっていうのをきちんと確認しながら練習する。そういうね、癖をつけてみてください。ね、それが丁寧な練習になり、丁寧な演奏につながり、で、結果としてスムーズな上達につながっていくはずですからね。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。